栗総水古墳公園栗総水古墳は佐賀県唐津市総水にある古墳。形状は前方公園墳。佐賀県指定史跡に指定されている。1980年に労働者住宅、生活共同組合の宅地造成事業中に発見された。全長108.5メートル、公園部計62.2メートル、前方部幅42.8メートルの前方公園墳である。 3世紀末から4世紀頃に作られたとされており、山大国の起源を遡る上でも重要な遺跡である。粘土で覆われた石室は、左岸製の天井石3枚で密閉されており、内径は高さ2.5メートル、幅0.9メートル、高さ1メートルの縦穴式石室が発見されている。現在は公園として整備されている。ガラスに覆われた石室を見ることができるほか、 古墳の頂上に登ると山本地区一帯を見渡すことができる。発見当時はニュースステーションで紹介され、羽田健太郎がライトアップされた古墳の上でピアノを演奏した。古墳域は1988年に唐津市指定史跡に指定された後、2016年に佐賀県指定史跡に指定されている。また、 出土品は2011年に佐賀県指定重要文化財に指定されている。発掘されたものは以下の通り。ありがとうございます。